皆さんこんにちは、ココナです。今回の記事は、鬼滅の刃187話考察1についてです。それではどうぞ。タイトル。187話のタイトルは、無垢なる人。無垢とは、潔白で純真な人のことを言うようです。これは頼一のことですよね。確かに、187話の内容を最後まで読むと、無垢なる人というのがぴったり当てはまるような気がします。今回の内容もいろいろと詰まった内容で、頭がこんがらがりそうになりますが、整理しながら振り返っていきましょう。今回は、無惨と頼一のことについてです。それではまずこちらから。無惨と頼一。まず、頼一から見た無惨の印象について、暴力的な生命力、岩礁を彷彿とさせる男。少し難しい表現が出てきています。岩礁というのは、要はマグマのことのようです。簡潔に言うと、暴力的な生命力がマグマのように溢れ出し、すべてを飲み込まんとする存在。そんな感じ。私は無惨にも、悲しい過去があったのではないかと考えていますが、それはないのかもしれないですね。無惨は生まれながらにして、暴力的な生命力を持っていた。そういうことなのかも。二人の会話。無惨が頼一に言ったのは、たったの一言です。呼吸を使う剣士には、もう興味がない。たったこれだけです。最強と最強がぶつかり合って、語った言葉がこれだけ。対して頼一も、命を何だと思っている。今回の話では、これだけしか語っていません。ただ、コミックス10巻での同じシーンでは、もう少しだけ言葉を発していました。何が楽しい？何が面白い？命を何だと思っているんだ。どうしてわからない？どうして忘れる？コミックス10巻でダキが無惨の記憶を見た時には、頼一はこれだけの言葉を発していました。どうして忘れると聞いているのは、人間の頃の記憶を忘れていることに対しての言葉のようです。この二人、お互い言いたいことだけ言って、会話をしたとは言えないですよね。呼吸を使う剣士。無惨の言った呼吸を使う剣士とは、やはり道勝のことでしょう。この時点で道勝を鬼にする算段がついていたため、もう他にはいらないということを言ったようです。無惨にとって黒死亡こと道勝は、実験台の一人に過ぎなかったのでしょう。そして今回、一つ判明したことがあります。頼一は無惨を見逃したのではなく、逃げられてしまったのだということです。道勝が鬼になったため、頼一は躊躇したという考察もありましたが、それは違ったということがわかりました。心臓と脳。それにしても、無惨の体の仕組みには驚きでした。心臓が7つ、脳が5つってどういうこと？心臓が7つはなんとなくわかります。7回死んでも大丈夫なのかな、とか、7つ同時に切らないとダメなのかなとか。ただ、脳が5つというのがちょっとわからない部分です。考えるところが5つ？一体無惨の頭の中は、どうなっているのでしょうか？絵で確認できる限り、脳が2から3個、心臓が4つといったところでしょうか。あとは下半身にあるようですね。まだ少し仕組みがわからないのですが、やっぱりこれは、すべて同時に切ってしまう必要がありそうですよね。例えば、首だけの心臓を切っても他の心臓や脳があるために、首の心臓はすぐに復活するとか？問題は、今の無惨はどうなってるの？ということです。頼一に切られバラバラになり、なんとか逃げ切り生き残った無惨。無惨は今も、心臓が7つと脳が5つある状態なのか。そこも気になるところですよね。オバナイが無惨の首を切ってもすぐに再生しているところから、おそらくまだいくつかの心臓と脳はある状態なのでしょう。それがいくつかはわからないところですが、それを一斉に攻撃することで、無惨を倒すことができる。なんとなく、無惨撃破のヒントが見えてきましたね。まとめ的なもの。187話に関しては、考察するべきポイントがまだまだあります。今回は、無惨の体の仕組みに触れることで、少しだけ無惨攻略に近づいたような気がします。それが一体どんな方法で、炭治郎にそれができるのか。そこも気になるところです。ということで、今回は一旦終了です。次回も187話考察をしてみたいと思います。それではまた。